崖を歩くときは気をつけてね。恥ずかしい話だけど、私足を踏み外したことがあるんだ。あの時は生きた心地がしなかったよ。すぐに救助されて腕時計を谷底に落としただけで済んだけど、一歩間違えば自分がそうなってたんだよね。ちなみにその時計、結構お金かけて改造したアウトドアウォッチだったんだよね。あれはもったいなかったな。え、探してみる？私も結構探したけど難しいんじゃないかな。ほら、日食のせいで真っ暗だからさ。こいつが晴れないと探し物は無理だと思うけど。どんな思いでコクーン時計が見つかった。本当だ、私のだ。傷もほとんどついてない。あんな高いところから落ちたのに。でも時刻がちょっと狂ってるね。でも他は特に壊れてなさそう。うん、時刻を直せばちゃんと使えるね。さすが店主が胸を張っただけあるよ。1万年保証付きっすってね。ちなみに改造を頼んだのはネオボーダムのレノラガレージって店だよ。耐久性抜群なのはよく分かっただろ。おすすめだよ。